安安信信夫夫君公明党の,安江のです本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。それでは取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律につきまして、質問をさせていただきたいというふうに思います。すでに3人の先生方が質問されまして、ちょっと趣旨が重複する部分もありますが、通告に従って順次、伺ってまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。 デジタルプラットフォームを通じた取引における消費者保護のためにもまた、 安心安全なデジタル市場の形成を後押ししていくためにも、取引デジタルプラットフォームへの規律は必要不可欠です。そして今、この委員会をやっている中でも、元でも多くの消費者の方々が取引デジタルプラットフォーム上での消費者被害のリスクに、今、現時点においてもさらされているという現状を鑑みるのであるならば、本法案の速やかな成立を望む次第でございます。 また必要性については、今指摘したとおりでありますけれども、先ほどの委員の先生方からもありました、やはりこのデジタルプラットフォーマーというものは、場を提供することによって大きな利益を得ている、すなわち利益の損するところに危険も損するという法格言もありますけれども、そうした場を提供する者の責任において、しかるべき規律が求められることも言うまでもありません。 また本法案は、社会のデジタル化の進展に伴って生じた新たな問題に対処するために生まれたものであり、その意義につきましては、消費者行政にとどまらないものであるというふうに感じております。えー、すなわち、大業な言い方になりますけれども、デジタル社会のあるべき姿は何なのか、あるいはデジタル社会における真の豊かさとは何なのかと。 こうした壮大なテーマを追求していく上でも、この法案は重要な過程の一つと位置づけることができるのではないかと、個人的には思っております。いずれにいたしましても、本法案が消費者の保護を第一といたしながらも、販売業者等あるいは取引デジタルプラットフォーム提供者のそれぞれの利益を最大化できるよう、機能することを目指しまして、以下、順次質問させていただきたいというふうに思います。 まず第一に取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務等に関する指針に関連して質問させていただきます先ほども何度も出てきておりますけれども本法案の3条1項には取引デジタルプラットフォーム提供者が 取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するための措置についての努力規定が記されておりますまた二項には講じた措置の概要及び実施状況を公表する旨が規定されておりそして3項におきまして全二項の措置について適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるという構造になっております この指針につきましては、この法案成立後に策定されるものというふうに承知をしておりますけれども、道場一行で定める措置が努力義務にとどまっていること、また、その担保としても機能する開示規定の内容等も重要であるということに考えますと、その指針の内容は消費者保護の観点からできる限りきめ細やかに定められなければならないものと考えます。ままたたその策定に当たりりしてはとりわけ消費者保護団体等現場 ののの消費者の皆様の声にも十分ご配慮をいいいたただきたいと思いますまずはこの点につき、井上大臣にお答えをいただきたいというふうに思います井上内閣府特命担当大臣。本法律案におきまして、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務としての措置の適切かつ有効な実施に資するため、参考となるべき指針を定めることとしています。この点に関し 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の保護の観点から、すでにそれぞれの取引デジタルプラットフォーム提供者において、一定の自主的な取り組みが行われつつあることも踏まえると、指針の策定にあたっては、取引デジタルプラットフォーム提供者による柔軟な対応の余地を確保し、その創意工夫を阻害しないようにすることも重要であります。こうした観点も踏まえて消費者団体を含む 関係者の意見をよく聞きながら丁寧に指針を策定してまいります安江信夫君、はい、ありがとうございました、えー、まあ、消費者の利益第一ということでありますがもちろんあの今関係者というふうに大臣指摘していただいたとおり事業者と関係者の皆様の意見をですねしっかりと取り上げた上で、えー、あるべき指針を定めていただきたいことを重ねてお願いを申し上げる次第であります 続きまして三条一項一号消費者が販売業者等と円滑に連絡できるための措置等に関連してお伺いをいたします同号の消費者が販売業者等と円滑に連絡できる体制として具体的なところは今質問した指針に定められるものと承知をしておりますがこれが形式的な体制の整備例えば 消費者から販売業者等に対してメッセージを送る機能を設ける、あるいは連絡先および連絡方法について明示したりするといった対応にとどまらず、消費者が販売業者等に対してきちんとアクセスすることができるところまで、えー、丁寧にサポートをしていただく、こういうものも含めて示されるべきというふうに考えております。 私も弁護士として、現場で消費者被害の相談等を受けることもあります、この際ですね、やはりなかなか相手方、事業者と連絡がつかない、電話番号は記されている、しかし、あまりにもその連絡できる時間帯が限定されているとか、何度かけても出ないとかですね、あるいはメールで連絡先が明示してあるけれども、ちっとも反応がない。 といったような形であります、えー、しっかりこれがアクセスできることがサポートされてこそ初めてこの円滑な連絡が可能となったというふうに評価できるというのが私の実感でもあります、えー、この点消費者庁のご所見をお伺いしたいと思います消費者庁佐方審議官お答えいたします第3条第1項第1号に規定する消費者が販売業者等と円滑に連絡するための手段としては 委員ご指摘のようなメッセージ機能の用意といったようなもののほか連絡先として機能することを確認した上で特定商取引法に基づき表記されている電話番号を紹介するなどさまざまなものが考えられるというふうに思います具体的にどのような手段をとるかは各取引データルプラットフォーム提供者が指針を参考にしつつ業態に応じて判断していくこととなると考えますがいずれの手段をとるにせよ 消費者者ととと販売業者等との間でで実質的に連絡がが確保されることが重要でございます個別の事案に関しまして取引データプラットフォーム提供者がどこまでのサポートをすべきかについて一概に申し上げることは困難ではございますけれども少なくとも連絡手段が準備されているものの実質的にこれが機能していない場合には 第3条、第1項、第1号の努力組みを果たしていないとの評価がなされる余地があるというふうに考えております安江信君。 今の実質的な機能を果たしていない場合は努力義務を果たしていないというふうに評価され得るというご答弁をいただきました。しっかりと実態に即したご対応のほどをお願いしたいというふうに思います。またこれは通告をしていないで予防にとどめるんですけれども、あの先般の参考人質疑の中で紛争の解決の促進に資するため、例えばソメア参考人から ODR のようなもの、 規定すべきではないかといったことも私は重要な指摘だというふうに思いましたのでまあそういうようなところも含めてですねあの指針の策定をお願いしたいというふうに思います続きまして三条一項の措置のこの義務規定化の検討について質問をいたします先ほども何度も出てきておりますが今回の規定はあくまでも努力義務という形になっておりますその理由といたしまして 対象となる取引デジタルプラットフォームには規模や取引の対象の面で多種多様なものが存在すると考えられることを踏まえ等と,と。 いったことが先ほどの答弁にもありましたけれどもまあ生まれたばかりの法律でございます新しい分野に対して新たな規制をかけるということなのでまずはこの運用というところを状況を把握しながら今後の検討課題ということはまあ理解できるものでありますしかし先般の参考人質疑でもありました消費者保護の観点からいたしますれば今後の運用状況や消費者被害の実態等も踏まえて 将来的にはこの措置についての義務化も検討される必要があるというふうに考えますそのためにも本法案施行の後その運用状況あるいは消費者被害の実態 取引デジタルプラットフォーム提供者に課せられる負担の程度、あるいは販売業者等の不利益の程度、こうしたあらゆる総合的な観点から、当該規定の義務化も含めた消費者保護により適した規制のあり方を検討をしていただきたいといいいいとううふににに思まますまずこの点については消費者庁に伺いたいというふうに思います。 また関連して併せまして、この実態把握等の必要性がある一方で、先ほど徳重委員からもご指摘がありましたけれども、現在の消費者庁のマンパワーでは不十分では,ではないかと。 いう指摘が先日の参考人質疑からもあった通りですこうしたご指摘も踏まえまして取引デジタルプラットフォーム上の消費者被害の実態を適切に把握分析するための体制強化も不可欠と考えますこの点について井上大臣にお伺いしたいというふうに思います消費者庁高田次長まずあの私から先にお答えさせていただきますデジタルプラットフォームの提供者には 規模や対応において様々なものがあり当事者同士への取引への関与が希薄な場合も含まれるが消費者保護の観点からは規模や対応を問わず適用対象とする必要があるため今般努力義務を課すことといたしました今後も努力義務で十分であるか否かにつきましては委員御指摘の点も踏まえましてしっかりと実態を注視してまいりたいと考えております井上大臣 消費者庁の体制強化について、私からお答えします。第3条第1項に基づく措置の実施状況の確認や、取引デジタルプラットフォームの利用者における消費者被害の実態把握は重大な課題と理解しております。本法律案が成立した暁には、委員ご指摘の点も含めて、法の運用がしっかりなされるとともに、残された課題を適切に検討できるよう、 人事戦略という観点でもより一層十分な対応をする必要がありますそこで人事交流研修の充実職員の採用などの様々な手立てを活用し組織として必要な体制の充実に取り組んでまいります安江信夫君 ぜひよろししくお願いいたします冒頭も申し上げましたとおり、このデジタルプラットフォームという、この巨大化していく側面、もうまさに消費者行政は新たなフェーズを迎えてきているんではないかという思いがございます。こうした新しいフェーズに見合った体制の強化、もちろん私たち、私としてもですねその点をしっかり今後も応援をしていきたいというふうに思っておりますので、何卒ぞよろしくお願いいたします。 続きまして、3条2項に関連して質問させていただきます。3条2項におきましては、その実施措置の実施について、その概要および実施状況等について、開示をするとの規定がございますが、これについて、法的義務を負わせるものか否かという点が、先日の参考人質疑の中でも議論となりました。実際措置を取取るかかどうのの判断につきましては取引デジタルプラットフォーム提供者の企業 判断にま委ねられるということは理解をしておりますけれどもこの開示の規定につきましては義務規定と解釈されるべきではないでしょうか消費者の側からすれば安心安全な取引デジタルプラットフォーム提供者を選択する機会が 保証されるるここととがが望まましいわけででありすすからそのののの判断の指標となるものが必要ですこのデジタルプラットフォームは、しっかりと消費者のために措置を講じてくれているかどうかが、この開示によって分かる、こうしたことがそのまま企業価値にもつながり、取引デジタルプラットフォーム提供者の中でも、消費者保護の充実に向けた競争も促すことができると、こうした理由からこれを義務規定と解除することが必要だと考えます。 そこで質問ですが、3条2項の開示するものとするについて、消費者保護という観点から内閣府令等で定めるところに合致する限りにおいては、義務規定と開示すべきと考えますが、消費者庁のご所見をお伺いします坂田審議官。お答えいたします。一般的には、しなければならないという文言が一定の義務付けを意味するのに対して、するものとする。 という文言は通常はそれよりも若干弱いニュアンスを表し一般的な原則や方針を示す規定の術語として用いられておりますさらに第3条の見出しは取引データルプラットフォーム提供者の努力義務となっており第2項の開示するものとするとの規定の性質も努力義務であると理解しております もっとも努力義務であっても法律が取引デジタルプラットフォーム提供者が果たすべき役割として規定しているものであって会場を適切に行っていない取引デジタルプラットフォーム提供者は事実上消費者から第3条第1項の措置を行っていないと評価され消費者からの信頼を失うことになりかねないことからもおのずと積極的な会議がなされるものと考えられます。 安江信夫君法部の解釈としてはあの厳格にお答えをいただきました、ありがとうございます。いずれにしましても、しっかりとこの開示するものとするということで、業界団体の皆様がですねあの応じていただけるかというところも含めて、運用の実態の把握に努めていただければというふうに思っております。またあ 開示についてはです、ね、あのこれは要望をとどめるんですけれども、やはりリアルタイムでアップトゥーデートされているということが重要かなというふうに思います。最新のこのデジタルプラットフォーム提供者の対応状況というところが、消費者の皆様に分かるように、この点もぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。続いて、4条の関係について質問をいたします。4条1項には、消費者の安全を脅かす商品等の出品が行われた際、 一定の要件の下で内閣総理大臣実質的には権限の委任を受けた消費者庁長,長官が取引デジタルプラットフォーム提供者が販売業者等に対して出品の削除等の要請ができる旨が規定をされております先ほどもあのいくつか議論がありましたけれどもあのしかし内閣総理大臣は要請を行うことができるにとどまっておりまして法文上の強制力が ありません要請、えー、のみでは消費者保護に不十分なあ 不十分ではないかという疑義も先ほど福島委員からも指摘された通りでありますこの点につきましても本法案成立後施行の後この実効性について将来的な見直しも見据えて事案の収集分析に努めていっていただきたいというふうに思います井上大臣の下でしっかりといいスタートを切っていただければというふうに思いますがご所見をお願いいたします井上大臣 内閣総理大臣による要請につきましては、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、危険商品等の表示に著しい虚偽、誤認表示がある商品等を排除することは、安全安心な取引の場として、自身が運営する取引デジタルプラットフォームに対する信頼性を高めることにつながること、要請に応じた取引デジタルプラットフォーム提供者を免責する規定を設けていること、 また、要請について公表できることとしていることから、取引デジタルプラットフォーム提供者には十分に応じていただけるものと考えております。したがって、道場の要請の制度の実効性確保については、現時点では必要十分であると考えております。いずれにせよ、本法律案の施行後、要請の実施状況について、 消費生活相談や官民協議会の情報交換、申し出など、さまざまなルートで寄せられる情報をもとに、実態を把握してまいります安江信夫君、はい。ありがとうございました。 続いて四条一項の二号に関連して質問をさせていただきます同号は販売業者等によって当該表示が是正されることを期待することができないことを要請の要件として規定をしております 実際のところ、この要請を行う端緒は、消費者等の通報に基づくものというふうに資料をいたしますけれども、この道合の解釈において、過度にその消費者等の負担を課すことがあってはならないというふうに考えております。この要件のハードルを上げてしまうことは、ひいては取引デジタルプラットフォーム提供者にとっても、消費者において必要な調査等を行った否かの判定にも負担が増えることになるのではないか、そんなような危惧 もございますそこで例えば取引デジタルプラットフォーム提供者のサイト上において把握することができる情報の限りでは特定困難であるなど簡便な内容で柔軟に充足されると柔軟な解釈の下で充足されると解するべきというふうに考えますこの点についての消費者庁のお考えをお聞かせください坂田審議官お答えいたします第4条第1項第2号の販売事業者等によ で当該表示が是正されることが期待できないこととは個別法の執行その他の措置が困難な場合が該当しますどのような場合が要件を満たすのかについては個別の事情を踏まえた総合判断ということになります本法律案の施行後 要請が必要とされる事態とはどういう場合なのかについて、消費生活相談や官民協議会の情報交換、申し出など、さまざまなルートで寄せられる情報をもとに実態を把握し、適切な要請ができるように努めてまいりたいというふうに考えております安江信夫君。続いて、4条2項の公表に関連して質問させていただきます。 同行は内閣総理大臣は全項の規定による要請すなわち 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等にかかる要請を行ったときには、その旨を公表することができると規定をしております。法文上、いわゆるできる規定になっているわけでありますけれども、少なくとも本条の1項各号の要件を満たす限りにおいては、消費者の利益が現に危険にさらされていることは明らかと言えます。それにもかかわらずに、とかかる要請に応じず、取引き デジタルプラットフォーム提供者等が削除等の対応をしないのであるならば、消費者の保護のためにも、内閣総理大臣によるこの要請は、要請の事実は、原則公表されるものとして、運用されるべきではないかというふうに考えております。判断の指標として、例えば抽象的でありますけれども、公表による販売業者等の不利益と消費者の保護の必要性との関係で、全社が明らかに著しく優越するような場合を除いて、 原則公表すべきといったような指標が必要と考えます。消費者庁のお考えをお聞かせください。高田次長お答えいたします。本法律案第4項第2項が第4条第2項が規定する。要請の公表は、多数の消費者等消費者等に対して要請の対象となった。商品等の購入を控えるように速やかに注意喚起し。 他ののののの取引デジタルプラットフォーム提供者に対対しては同種の商品等の発見や必要な対応をすす趣旨のものでございます消費者庁の要請には十分応じていただけるものと考えておりますが本法律案第4条第1項各号の要件を満たす要請がされたにもかかわらず取引デジタルプラットフォーム提供者がこれに応じないような事態においては消費者が危険にさらされ続けることとなると考えられることから 要請の公表の趣旨を踏まえると、委員ご指摘のとおり、基本的に公表がなされるものと考えられます。本法律案の施行後、要請の公表についても適切な運用に努めてまいります。安江信夫君、適切な運用をぜひお願いしたいというふうに思います。えー、続いてまた4条の関連で、今度は3項の面積規定について,確認をしてい、確認をさせていただきます。えー同項は要請 2、えー、陽性。 に従ったことによって生じた販売業者等の損害につきまして取引デジタルプラットフォーム提供者を免責する旨が規定をされておりますかかる規定は積極的に危険な商品等の削除が促されるものとして大変意義のある規定であるというふうに認識をしておりますそれでは取引デジタルプラットフォーム提供者が当該要請に従わなかったため危険商品等を結果として消費者が が購入してしまい、当該消費者に不利益が生じたような場合、例えば危険なバッテリーがそのままになっていて、買ってしまった、火事になってしまった、怪我をした、家が焼失してしまったと、こういうような被害も、 机上の空論かもしれませんけどありえるわけですこうした場合当該消費者との間で取引デジタルプラットフォーム提供者は損害賠償大物と介されるべきではないでしょうかこの点についての消費者庁のご見解を伺いたいというふうに思います坂田審議官お答えいたします本法律案第4条第3項は取引デジタルプラットフォーム提供者が躊躇なく 迅速に消費者の利益が害される恐れのある商品等の排除に必要な措置を講じられるようにするため要請に応じて措置を講じる取引データプラットフォーム提供者を免責する旨の規定を設けたものでございます取引データプラットフォーム提供者が正当な理由がなく要請に従わなかった場合に消費者に対し損害賠償責任を負うかどうかについ ついては、個別の訴訟において、具体の事情をもとに判断され,るものされるべきものでございますけれども、一般論として申し上げれば消費者に、消費者に対する損害賠償責任が認められる可能性はあるものと理解しております安江信夫君、はいえー。ありがとうございました。 今度は五条に関連して質問させていただきたいというふうに思います五条一項の開示請求でございますが同行に規定する事故の再建の意義について確認をします同行の事故の再建についてはでき得る限り広く消費者を救済するという趣旨からすれば先日の染谷参考人が指摘しました通り債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず不法行為も 不法行為責任もも含むものととされるべきと考えますまた、通常損害のみならず、特別損害等も含めて、内閣府令で定める額となると、返すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くその通りではないかというふうに感じた次第であります。すなわち、実態法上の請求権を基礎に判断することが、消費者保護を目的とした本法案の理念にかなうものと、資料いたします。このの点にについいいいて消費者庁のお考えを伺いたいという,ふうに 思いま,すまた、併せまして、同行に規定しております不正の目的については、 道場2項、3号の規定に基づく制約文書等を差し入れることにもって、不正の目的がないと推認されるべきというふうに考えます。すなわち、販売業者等が当該請求について不正の目的があると主張する場合において、その具体的な事実の適時および証拠の提示は、販売業者等の側で行うべきというふうに返すべきであり、またそのように運用されるべきではないでしょうか。消費者庁のご所見を伺います。 佐方審議官お答えいたします第5条第1項の事故の再建とは消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引により生じた再建であり委員ご指摘のとおり債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず通信販売に係る取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求も含まれるものと考えております。またこののの場合の損害には委員ご指摘とおり 輸出利益や拡大損害といった特別損害も含まれるものと考えます第2点目の不正の目的の点でございます不正の目的の有無は消費者の内心に関する事項であって取引デジタルプラットフォーム提供者において判断することが一般的に困難であることに鑑み 取引データルプラットフォーム提供者による判断を容易にする観点から本法律案は開示請求をする消費者に対し不正の目的に利用しないことの制約を求めることとしております。 取引データルプラットフォーム提供者は消費者から不正の目的に利用しない旨の制約がなされた以上、これを信頼することとなり、消費者の請求が不正の目的によるものとして開示を拒絶するためには、委員ご指摘のとおり、具体的な事実の適時および証拠等の提示が必要となるものと理解しております。安江信夫君。 はいいいありがとうございました続いて5条3項は、先ほども議論がございましたが、販売業者等の意見聴取について規定をしております。しかし、この意見聴取を踏まえて、取引デジタルプラットフォーム提供者が開示をためらったり、 判断に迷ったりした結果、不開示という結論に至ってしまっては、消費者救済の道を閉ざしてしまう、まあ、こういう危惧もあると私も思っております。そこで、販売業者等のこの意見聴取の結果の評価にあたっては、消費者救済の観点から、妥当かつ明確な指標、ガイドラインのようなものが不可欠であり、消費者庁がこれを示すべきではないかというふうに考えます。また 取引デジタルプラットフォーム提供者が判断に迷った際相談する窓口があったり アドバイスを受けられたりする公的インフラの整備も合わせて不可欠であると考えますし先般の参考人質疑まさ参考人からも同趣旨のご指摘があったかと記憶をしております取引デジタルプラットフォームが安心して開示請求の可否を判断することができる体制の整備を求めたいというふうに思います井上大臣の御答弁をお願いいたします井上大臣 第5条第3項に基づく意見聴取の結果、販売業者等が開示を拒絶する意見を述べた場合であっても、取引デジタルプラットフォーム提供者は開示請求の要件該当性等を適切に判断し、適法な開示請求と認めるときは、開示に応じなければならないと考えています。このような取引デジタルプラットフォーム提供者の判断に資するよう、第5条の施行にあたっては、 城やガイイドライン等にによっっててその解釈をを明らかにし周知を図ってまいりますますた、消費者庁は、主管省庁として、取引デジタルプラットフォーム提供者からの本法律案に関する個別の問い合わせに適切に対応していくこととなりますが、官民協議会の場においても、開示請求への対応の在り方等について、必要に応じ、議論することになるのではないかと考えています。 安江信夫君、はい、ありがとうございました、えー、続いて、えー、開示請求によって 販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者がその責任を負うかどうかについても確認をさせていただきたいというふうに思います。5条1項に基づく消費者からの開示請求に、取引デジタルプラットフォーム提供者が応じた、それによって販売業者等に損害が生じた、その責任を取引デジタルプラットフォーム提供者が負いうるとすれば、当該開示請求に応じることにつき、過度の萎縮効果が生じ、ひいては消費 記者保護の理念を既存しかねません、えー、法律の規定にのっとる限りにおいては開示によって生じる損害について取引デジタルプラットフォーム提供者は免責されるという理解でよいか確認をしておきたいというふうに思います坂田審議官お答えいたします第5条の適法な開示請求を受けた取引デジタルプラットフォーム提供者には 販売業者等情報を開示すする民事上の法的義務が発生いたします従って委員ご指摘のとおり、法的義務に従い、開示をするのであれば、それは適法な行為であり、取引データルプラットフォーム提供者が賠償責任を負うことはございません安江信夫君。当然のことかもしれませんが、あの明確な今、答弁をいただきました、ありがとうございます。 最後に消費者啓発等の重要性について確認をさせていただきますデジタルプラットフォームの利用に際して消費者の知識知見の向上も合わせて不可欠ですまたライフステージに応じた消費者教育や啓発活動の強,強化もまた重要です免法上の成人年齢の引き下げも来年の4月からスタートいたします青少年に対する教育も重要であるあるいはスマホを持つ高齢 の方々も増えておりますこうした方々に対する被害防止のための啓発大変ではありますけれどもあらゆる手段を駆使して進めていっていただきたいというふうに思います消費者啓発等につきまして消費者庁の御認識ご見解をお伺いします高田次長お答えいたします消費者がデジタルプラットフォームを安全安心に利用するためには 事業者の自主的な取り組みとともに、消費者にデジタルプラットフォームを介した取引の仕組み等を理解し、正しく利用するための知識を身につけていただくことが重要でございます。消費者庁では、デジタルプラットフォーム等の利用にあたって、消費者が注意すべき事項について普及啓発するためのリーフレット、デジタルプラットフォームとの正しい付き合い方を作成・公表したほか、デジタル取引サービスに関連する、 最近の消費者トラブルについて具体的事例を学べる教材を作成し、高校の授業等での活用を目指しております。今後は e ラーニングやオンライン授業にも対応した啓発用デジタル教材の開発も行う予定でございます。また消費者教育推進会議の下で昨年11月より開催している社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会において。 ライフステージに応じて消費者が身につけることが望ましい内容等を踏まえた教育の重要性が指摘されております同分科会の議論も踏まえ今後若年者高齢者等を対象とした消費者教育の推進にも引き続き取り組んでまいります安江信夫君引き続きの取り組みを強くお願いを申し上げまして私の質問を終わりますありがとうございました 私。